国会図書館デジタルコレクション、漢女芸文詞の冒頭部分名文詞は、漢女などの中国の歴史書の中の辺の名前、紀伝体における、志の一種。歴史書が扱う時代の図書目録が記されている。随書などでは、形跡史と言い換えられる。芸文詞の筆頭は、五漢の半コによる、漢女芸文詞である。全漢の流教、劉不死による、 目録、七略が土台になっている。七略は散逸したため、中国の目録学史上、漢情形文子が現存最古の目録にあたる。図書分類法としては、七略をとにした六部分類法が用いられている。六略それぞれの下に細かい区分がある。表記方法としては、当時現存していた署名、変数、関数を記し作者、時代、 その他を中記している。図書の総計は596夜の著録に及ぶ。諸子百科の家の区分は、この、漢女芸文詞の諸子略の中の区分に由来する。陸芸略諸子略詞不略兵書略十数略仇、略注釈は、上記の藩古自身による中記、及び、党の顔しい西へによる注釈がある。現代日本語訳は、漢女さん、また原文入りで、 漢女芸文史がある。新東女は、北宋の応用を収む等が、直名により、旧東女の質を補うべく変算した聖死である。旧東女では、返名が、形石史だったが、漢女にならい、芸文史に改めた。一方で、分類法は、当時の四部分類法が用いられている。後部協力乙と四六平へこ六長部収録本誌は、 幻想時期の書き物たる古今書録に基づき、そこに記載されたか否かにより、著録か、不著録と中記している。加えて、中国仏教関連で、平へこ六道家類の風変として、尺子類が設けられている。宗主芸文史、民主芸文史などがある。旧流からことばんく。ありがとうございます。